皆さんこんばんは。 Apex Legends やっていきたいと思います。いやー、前回はね、味方が強いおかげでね、なんとか勝つことができました。やっぱりね、まあ、ショットガンもそれなりに良かったんですけど、アサルトライフルもね、ウィングマンとかやっぱ単発系はちょっとね、自分は合わないなっていうのはね、何回かこうやってる中で分かってきましたので、まあそういったものをね、順々にこう自分の中で整理しててね、はい、ダウンド、自分の最適な装備を見つけましょう。ピースキーパーいいね、やっぱね。でもね、あ、ジャンプマスターその方ですね。これ見ればわかるね。さーて、あー、待って、1432キルって。This is your champion。やべえ、毒使いるじゃん。さあどう行きましょう。スカルタウンですね。どこだ？あそこか。さて、他の人は？近くにいるね。おっと、そんなとこ降りちゃった。マジですか。グラブしかないけど。おー、やばいって。いやー、捕まる。逃げて。おお、武器、武器ないと。ないよ、武器。やっとやった。けど。他ねえのか。ボディアもあるね。戦ってるね。やられちゃったよ。マジか。マジですか。あー、やばいね。いやー、無理だ。爆弾投げるべきだったな。いやー、悔しいね、こういうのね。いやー、悔しいよ。どんな武器でもね、やっぱ使えるようにはしたいけどね。ショットガンはあれですね、ピースキーパーと違って連射が可能でしたね。やっぱあれ EVA8 でしたっけ。それぞれの武器の特性しっかり覚えないとね。まあ逃げんのもありだったのかもしれないけどね。あ、ジャンパーこの下。じゃあ安心して選べますね。まあやられるときはやられますし、勝つときは勝つって感じですね。まあその勝率を上げるのが個人の腕ですけどね。さあ頑張っていきましょう。これどうしよう、ジャンプマスターこれ回ってくるんじゃねえかな。 Introducing your champion。
199キル。さあどこ行きます。ジャンプマスター待ったな。大丈夫か。そっちですか。 OK です。カスケーズ、あの海の家みたいな、海の家みたいなところですね。あ、こっちになった。ここですね。ここはねよくね有名実況者さんがねこう見てたんでね、あの先にね3つあったりとかね、あのよく見てましたよね。敵どうかな。まあ意外といないんじゃない。これ集められそうですね。こっち行きましょう。はい、よし。美貌じゃん。あ、なんか適当に取っちゃったけど、使うもんかどうかも分かってない。絶対いらないもんいっぱい持ってるでしょ。ピースキーパーか。これは。ああ、ショットガンのチョーク。これはもうあれだね。ピースキーパー手に入れよう、頑張って。うわ、バックパック、ロングボウ、ウィングマン。スカウトはいらないな。よし。大丈夫かな。多いね。ヘルメットない。はい。これはストック、シールドセル。いらないもん。いや、そうでもねえな。あ、これ使っちゃうか。オルタネーターでいいかな。これはこれでいいね。こっちも見ましょうか。ショットガンないかな。お、モザンピークか。でもいい、早めに先に買いとくか。これピースキーパー用だね。ピースキーパーをゲットしたときにね、備えて。あと取り忘れはないよね。よし、とりあえずオルタネーターがあるからなんとか戦えるんじゃないでしょうか。ライトマガジンいただきます。ありがとうございます。しっかりね。あ、向こう行く感じで。ここら辺はみんな取ってるもんね。ピースキーパー早く見つけたいね。まあそれまでこのオルタネーターさんに頑張っていただきましょう。さてさて、大丈夫かな。ヘルメットはレベル2以上があれば。 G7 スカウト。あ、ピースキーパー。待って、ピースキーパー取っちゃった。忘れろってことは取ったね。あ、どこ置いてあるね。モザンピーク、これ味方のだから大丈夫だよね。被験者を確認。スカウト、ライトアーモ。あ、ピースキーパーあるじゃん。よし、あ、こういったところでね、敵感知なしと。あ、やばい。
こっちの方下がってきましょう。ああ上にいるかな。いやーきついね。当たってる当たってる。ああやられちゃったね。まあしょうがない。射撃の腕もちょっと上げたかったな。62ダメージしか与えてないね。当たってないってことだね。せっかくピースキーパー手に入れたってのにね、レベルだけが上がっていくと。こう敵との混戦の方が自分はやりやすいかな。部屋の中でぐるぐる回ってる方のが好きかな。遠くから撃つのはちょっと苦手ですね。中距離？あれ2人しかいない。近距離でわちゃわちゃしてる方が好きですね。クロスネイチャー、デントロスヨーセルフ。にしてもやっぱ毒のやつはあれ打ち込めばいいんだね。次回敵の毒があるようでしたらああやって打ち抜いていきましょう。さあ2人でどう頑張っていきましょうかね。さあチャンピオン、レイスか。フラットハンドもいるね。さあどこ行きます？このルートか。OK です。はい、こっちには来てないか。来てなさそうだね。来てなさそうだね。よしよしよし。ほい、ほっと。待って、今 G7 スカウトって見えた。これどういう銃だろう。やんのアルティメット促進剤。向こう取りに行こうか。はい、あそこの3つ取りに行きましょう。これは単発っぽいな。ああ標準ストック、拡張マガジン、ピストルしかないな。ヘルメットあって、マジか。スカウトしかないぞ。これは急いで。はい、新たな武器を。待って、引っかかってる。よし、敵陣地なし。よし、シールドバッテリー欲しいな。これいらないね、これもね。よし、ここはノックダウンシールド、鎧があるしね。おお、やべえ。スカウトしかないじゃん。ああ使われたな今。大丈夫かな。リロードしとこう。よし、あー危ない危ない危ない。
マジか。あー、きつかった。よし。あー、テスト取れるもん。はい、ボディシールド、ショットガンボルト。あー、よし、とりあえず復活させよう。ね、向こうの方にあるね。こっちか、あるね。ちょっと体力回復させたいね。はーい、よし、回復して。さあ回復、回復、さあ回復して。ここら辺まだ調べてないかな。よし、ああ、あいつ残ってるね。まあ死体に武器残しておいたから大丈夫だと思うけど。拡張ヘビーマガジンか。ちょっとこれじゃまずいな。あの死体から武器奪ってきた方がいいかな。単発銃じゃな、きついよな。シールドバッテリー、よし。ちょっと死体から武器変えようか。 D7 スカウトじゃない方がいいかな。スカウトだ。こっちはライトアームあるけど。あー、なるほど、そういう感じ。ちょっと別の武器欲しいな。ピストルか。ピストルしかないな。ショットガンの弾もちょいと欲しいですしね。このままじゃ戦えないですぞ。こっちの上も見たんだもんな。あ、ちょっと待って。あー、こっちの方がいいな。よし、これはヘビマガ、これは使える。大丈夫かな。敵検知なし。ハボックライフル、ショットガンの弾がないですね。テルミットグレネード、テルミット、テルミット。ああ、ショットガンの弾。ああ、持ってんのか。標準ストック、よし。バッグは持ってんのか。どこ行きましょうか。おお、ありがとうございます。これいらねえな、これ。よし、あとはこんな感じか。あー、どこ行くのがいいでしょうかね。とりあえずはこれ以上行く場所今んとこないからね。10部隊ショットガンの弾が欲しいかな。うん、あ、L シフトで倍率変更？ああ、こういう感じになるのか。あそこ空いてないですね。ああ、大丈夫かな？ほい。あれ空いてないよね。空いてないなら取りに行けるかな。でもちょっと遠いか。
もううまい。あーっと、落ちちゃう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 。オルタネーターに頑張ってもらうしかないですね。あ、そっか、パスファインダーはあれか。あれ見れるんだよ。Not all of us are in the ring. Attention. こっちに、お、行きましょう、行きましょう。さーて。大丈夫かな。残存8。新しいキルリーダーに気をつけろ。これ大丈夫か。開いてるね。開いてない。開いてないなら大丈夫か。よし、スナイパーストック、フラググレネード、バックパック、ショットガンの弾がないね。ライトマガジン、ライトマガジンで戦いってことですかね、こりゃ。よし、フラググレネード持っとこうか。火薬ちょっと持ってないね。よしよし、じっくり進んでいきましょう。はい、さあついていきましょう。多分ね、パスファインダーの人があれも、サプライシップ、ありがたいです。行きましょう。ここの、ここから行けんのかな。あ、違うね。どっから伸びてんの。おっ、あ、違う、こっち。はーい、あった、ショットガンの弾、ありがたい。これももう問題ないぐらいだな。ショットガン、ショットガン、よし、拡張ライトマガジン、より強力な持ってんのか。あー、トリプルテイク、アークス投擲、うん、フラグは持ってるからね。ちょっと体力回復、これね、いらねえな。ちょっと体力回復が欲しいかもしんないけど、どうでしょうかね。いなそうだね。味方はあそこで回復させられるみたいですね。あ、ここに上があるんだ、まだ。おお、はい、あ、回復キット、ありがたい。よしよし、バトルスタビライザー、ありがたいですね。使えるかどうかと言われたらあれだけど、こっちの外側は来ないでしょう。向こうの方もどうだろうね、来るかね。よし、あ、ヘルメットがないのか、意外と。うん、動いてる人はいないね。残り4部隊、この位置大丈夫かね。銃声聞こえるね。どっから撃ってる。あと2部隊、こっから先だな。あ、あそこにあるね、次の。
ちょっと前でないとあれかな。どうします隊長。いなそうだね。外れてるから前には出ないといけないもんね。よし、建物の中入った方がいいかな。これであれあれ調べてもらってね。とりあえず中にさ入ってれば、敵はいないもんね。どこに行くかな。お、スキャニング。ああなるほど、向こうか。向こうですか。どう移動しようかね。できれば円の中、あ、あそこにアイテムあんじゃん。これなんかあるかな。ヘルメット欲しいな。ヘルメットないね。ライトアームぐらいしかないね。よし、ヘルメットないっすかね。スナイパーストックか。お、そっちにもある。いないね。ショットガンの弾もあれか。ちょっとこっち行こうか。ああそういう感じか。何かありますか。何かありますか。いい位置早く取りたいですよね。せっかく場所分かってんだから。大丈夫かな。あ、ててていやー後ろか。後ろでしたか。ニキル。あれ俺ニキルもそんなしてたっけ。ああニキルしてたか。やっぱあれだね、もっと外側から回るべきか、それとももう早く真ん中行っちゃうべきかでしたね。装備だけ集めてかすらわれてしまいましたけども。まあでも一回助けたし、あとはあの状態での射撃戦ですね。中距離ショットガンの方がいいのかな、あの距離だったら。もうちょっと判断を早くしたかったね。さてジャンプマスターか。さて皆さん誰を取ります。ライフライン。あらマジか。どうしよっかな。ジブラルタルやってみる。いや使ったことないんだよな俺。その2つ取られちゃいます。もうゼロキルっす。あチャンピオン部隊ではないですね。譲渡しましょう。
ジブラルタルのシールドは展開すると確か15秒間ぐらい余裕があるはずなので、まあ、自分が攻撃された時に使うのもいいですし、あるいは味方を助ける時にねシールド展開して中に入れちゃうのありかもしれないですね。ちょっと使ったことないけど。はい。でシールドの中でなんかアルティメットとかいう手榴弾投げてもなんかダメねらしいですね。シールドの中で爆発しちゃうのかわかんないですけど、そんなのがあったような気がします。あの船に乗りたいな。いる後ろ来てるかな。あーあれ船着いたね。ああいう塔から、ああ落ちてたね。よし、これどこにあるんだろうな。ダム、ああここに1個しか、2つあるね。まずは反応がない、ないよりもマシだね。よし、こっち見ましょうか。さて何かあるかな。ホロサイト、ここは回復ノックダウンシールド、ヘルメットがあって、A champion just fell. Gotta hop up here. Select fire. なんちゃら。セーフとファイヤー。ここはノックダウンシールド。ショットガンボルト。Shotgun bolt here. Level 3. 今ショットガン自分持ってないからね。I could use that. さて。あーバックパックシールドセル、そんなもんか。置かないかな、どっか。ショットガンはちょっと使いたいなと思うけどね。やっぱね中距離の撃ち合い俺これ得意じゃないんだよねやっぱな。あー撃つとき展開するのか、あんましあれだね。遠くから構えてるとバレちゃいますね。G7 スカウトか。こっちに変えておくか。よし。これは、拡張ライトはね、こっちにしよう。ヘルメットレベル1か。オルタネーターはいいかな。遠く撃つ機会があるかもしれないし。援護シーンどうやって使うんだろうな。よし、さあ使ってライフラインに渡した方がいいんだろうね多分ね、本来はね。よし、さあ9でシールド展開ね。はい。ジブラルタなんかすごい足が遅い気がしちゃうな。こっちの方も見たかな。弾ばっか。SMG にしようか。遠距離はね、ダメですよ。ああ、ショットガン。あ、でもこれあれか？ちょっとマップ見て。ちょっと離れてんね。40何秒しかないけど。時間なさそうだね。ライトアモ。ストックか。よし。これはいいね、使いそうなの。マシンガンだけ弾はいっぱいありますね。うん、
回帰薬スピットファイヤー、今回はライトアーモン1個でいっちゃおう。よし、そろそろ向かないとまずいんじゃない。どう向かうべきかね。こっち側から行くべきかな。縮まるんならね。お、それちょっと待って、これ持ってた方がいいな。よし、縮小中だね。お宝いっぱいよ。こっちにあんな。ちょっとこれも取っとこう。よし。さて。ヘビマガか。あ、ありがとうございます。スナイパーか。Thanks.よしよし。ああ、迫ってきてんね。はい。ああ、ここら辺ももまだ漁されましたね、ここら辺。よし、はい。ああ、やばいね、迫ってきてる、迫ってきてる。あー、来てる来てる、迫ってきてます。あー、痛い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 。さあ、リング戻って、よし。結構遠いね。はい、よし、支援爆撃ってどう使うんですかね、 Z ね。どういう範囲指定があるかわかんないけど。さあ、もうちょっと。また残存9部隊ですか。やばいね。いやー、無理だったね。待ち伏せされてた。援護投げたところにあれだったね。いやー、死ぬー、死んだー。あ、そうだよ、なぜ俺は Q を使わなかった。さあ、ジブラルタルのとこ行ったね。クラスター爆だ。あーっと、うまいですね、やっぱりね、ショットガンですよ。シールド展開すればよかったね。これは失敗だよ。やっぱね、使い慣れてないとこうなっちゃうんですよね。 Z はとりあえず分かったね。なんか手榴弾みたいに投げればそこに支援砲撃が来るみたいですね。まあでも私はブラッドハンドにします。パスファインダーと、
ブラッドハウンドを使うならショットガンにしましょうか。あのアルティメットで一気に接近します。どこ行きますかね。ホットゾーン、これあれか、あのなんちゃらシップが来るところかな。OK です。どのタイミングぐらいで出る、やっぱここに、ここら辺、ああその辺で出る。あれいる、2人しかいなくね。あ、1人いなくなっちゃったね。で、あれは、ああ向こう行ったね。3人向こう降りたけど、大丈夫かな。よし、とりあえずハンドガン向こう行きましょうか。ハンドガンじゃねえわ、あれ登れないじゃん。はい、いないよりマシか。ショットガンボルトか、そのうち取るかもしれないから。スナイパーブラ5連って書いてあるね。5連にしようか。あーショットガン、よし、拡張ヘビーマガー使わないね。スナイパーのストックか。うん、よし、フラグ持っといて、ちょっとこっちの方行こうか、怖いからね。向こう側敵いるでしょう。あ、そっちか。全然見てるとこ違う。1人落ちちゃいましたね。さあ次あたりラストにしようか。ショットガン意外と中距離でも届きましたね。まあ弾が拡散しちゃいますけれどね。そういきます。 The place between life and death is where I feel most alive。 行かせてないですよねこれ、足跡とか。 Safety's off, weapons free。レイスか。さて、これ俺に回ってきそうだな。あ、2人ですか。さて地図見て、このルートか。あー、はい、
正直適当です。ついてこなければいいな的な。手前に降りてくれることになってね、私たちは奥行きます。よし、着いたね。さあここから当たりましょう。よし、さあみんなおのおの E 入ってバック取って。マジか、ハンドガンしかないぞ。ハンドガンだけじゃ勝てない。よし、はい、ストックアタッチメント。大丈夫、もう敵いる？敵いるんですかね。ヘルメット、やり合ってるっぽいな。ハンドガンじゃ勝てねえぞ俺。ピストルしかねえのマジで。あー、どこにいる？ハンドガンじゃきついっすよ。あーきつい、いやーきついね。おお、リロードしてなかったね。いやー無理だよ、ハンドガンじゃ勝てねえよ。あと一人味方が近くにいるかな。持ってるね、ショットガンとか。他のと打ち合ってるっぽいからあれだね、回収してリスポーンポイントに逃げた方がいいのかもしんないね。ありがとうございます。弾しかないっすよ、ハンドガンとね。どうなってる？リスポーンポイントがこれ下の方にありますね。ビーコン表示されたかな？あれ？近くいますね。足音聞こえる。乗れないかな？乗れないかな？そこは乗れないかな？表示出せないかな。お、右、ああいますね、右に。どんな感じ、大丈夫？逃げた方がいいよな。走って一番近いリスポーンポイント、スペースで送信って書いてあるけど、あ、表示されましたね。あ、こうやってできるんだ。ありがとうございますかな。大丈夫かな、敵いたら申し訳ないだろこれ。いなければまだなんとか。急いでアイテムの方ゲットしてね。あ、いなそうですね。いやー、ありがとうございます。さあ急いで周りのアイテム集めないとね。4321 2
ありがとうございます。どっかに弾なんかない？ボディシールド、やべ、ボディのシールドしかない。ありがとう、行きます。お、たまねえぞ、たまが。たまがないですね。おっと。ケアパッケージ on high。ケアパッケージ。とりあえずこっちちょっと。他見させてもらっていいですか？武器一丁もねえのか。ないね。これ困ったちゃんだな。ストックじゃしょうがない。ちょっとこっち行きます。あ、ピースキーパー。もしかして落としてくれたかな。ありがとうございます。 Thank you。 これじゃあちょっと外回り行ってたな。ピースキーパーのみか。リロードしときましょう。シールドは最低限ある。弾もなんもねえか。あ、ボディシールドあるじゃん。これはよし、フェニックスキット回帰薬持って、シールドセル持って、ああチャンピオン撃破。戦闘中撃たれてねえか。弾落ちてる。あー逃げられない。生き返らせてもらったんですけれどね。ただショットガンちょろっと当てれましたね。やっぱりね、ショットガンの方が冷静に撃てるかな。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみにというかね、まあ、ぜひアドバイスをいただけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。